しみにしていてください。ありがとうございます。いいんじゃない、盛り上がるから、ね、心折る試合です。いかがですか、相手決まりましたけども。ああ全然盛り上がるからいいじゃないですかね。まあまあ力もついてるし厄介ですけど、まあまあ。はい、めっちゃ面白くなっちゃいました。まだ違うでしょ。まだ違うでしょ。多分朝倉さあ、秋原ヒル、女の戦い、決勝のゴングです、第1ラウンド、距離感の取り方ですよね。一緒に山本美優さんの対策とかもしてくれてたので、一緒に帰って電車でずっと喋ってた時期もありますし、帰り道、方向一緒だったんで、いや、私だってやりたくないんですよ。やりたくないですけど、まあまあ、しゃあないかなと。来年以降のこの日本の女子格闘界を引っ張るのも果たしてレイナか朝倉環奈か。赤コーナーよりレイナ選手の入場です。レイナ VS 朝倉環奈、ライジン初の女王はこちらの拳で。ライジン女子スーパーアダム級トーナメント、いよいよ決勝を迎えました。勝った方がライジン初代女王チャンピオンベルトをポシリン・マッケンリーを得ます。さあ、秋原ヒル、女の戦い、決勝のゴングです、第1ラウンド、取り方ですよね。まずはタイプでいうとレイナの方はいわゆるスタンドストライカー、まあ、パンチやキック、まあ、立った状態の攻撃が、まあ、メイン、バックボーンに持っているのはシュートボクシングです。そうです。神野選手はだから、レナ選手のパンチに合わせて、はい、蹴りに合わせてタックルに入ってテイクダウンしたいところだね。はい、はい、さあ、タックルに行ったら朝倉環奈テイクダウン、ただエスケープしようというレナです。中腰のところが抜け出そうという抜け出すか、朝倉環奈、体強いよ、両者離れました。2つの強いよ。川尻さん、今のファーストコンタクトはどうご覧になりました。いや、いいタイミングで朝倉選手タックル入ったんですけど、やっぱそう簡単にはテイクダウンして背中つけさせてくれないですね、レイナ選手。ポップメーカーがこのレイナ掴みにかかる、そして離れ際パンチを出していったのはレイナ。いや、緊張感ある。あんまりタックル仕掛けて左です、切られるの嫌なんだよね。おう、ハドルキック、いいボディーマッチ、いいボディーだ。タイム来るぞ、さあ組みついていった、シングルレッグを狙った朝倉環奈。打撃戦だったらね、やっぱりもう狙うのははるかに技術上ですから、はい、テイクダウン、ただこうなった時にタックル、うまく状態を作らせて狙っていきました。さあ、サイドポジションを取ったぞ、ここからの展開、巻きついていく久しぶりすぎて、みんなが腫れ物触るみたいにちょっと扱ってもらえるので全然大丈夫なんで普通に接していただけると一番ありがたいと思います。
初めて落ちたんですけど、絶対負けたくなかったんで、そこだけは譲れなかったというか、逃げれるとも思ってたし、なんか変な夢見てました。なんか楽しい夢を見てましたけどで気づいたらみんなが周りに結構5、6人いて、あ、なんだこれは、なんだこれはみたいなMMA の厳しさっていうか、まあ難しさっていうのを学んだ試合だったなと思います。っていうか今まで6年間がうまいこと行き過ぎてたんですよそう、私の人生は本当にもうそんなうまいこといかない。でも、こっからまた強くなれるから。よく頑張ってるだろ。な、次。はい。うん、OK。あ。リング上で言いましたよ、私は必ずやり返すからって。じゃないと面白くないじゃないですか。